今日はチャーハンと、昨日うまかったんでまたやっちゃいました、チャルメラのあんかけラーメンです。これ本当美味しいです。ぜひともやっていただきたい。今回はちょっとねお酢足しました。どうなることでしょうか。絶対うまいと思います。それで食べたいと思います。よし食べよっと。あしゃ、ふぅ、パ、はい、どうもカテムス協会でございます。本日は先ほど言いましたがチャーハン大盛りと出前一丁一人前をあんかけラーメンにしました。本当にこれ美味しいんでチャルメラでやってください。というわけでいただきます。いただきます。持ったままいただきますとかうーたらくーたらってあるかもしれませんけども、いただきます。さあ、黒胡椒はね、あのキッチンサイヤーもなかったんで今から振っときます。食べよう。絶対これお酢入れた方がうまいと思う。あ、お酢入れた方が絶対うまい。うん、あ、ほんとこれやってもらいたいわ。これやばいわ。これはこいつはやべ。よく混ぜて食べよう。これほんとマジうまいから、多分チャルメラでの味加減が多分ちょうどいいよな。これにちょっと醤油とウェイパー足すぐらいで、うん、最後にごま油ね。入ってるのは白菜ときくらげとひき肉。いただきます。あー、うめ、超うめ。ほんとチャルメラまた買おう。めっちゃうまいんだ。ほんとこれやってほしい。店出てもおかしくないぐらい美味しいよ。あー、うまひき肉と白菜炒めてお湯入れて、キクラゲも入れて、ウェイパーと醤油入れて、でラーメンスープ入れて、でお酢ちょっと入れて固くって、最後にごま油、うん、ちょっとエヘムシいるんですよ、すいませんね。花粉の影響かな。うまいわ。自分であんまね、あんかけラーメンが好きじゃないんですけど、これうまいわ。むしろチャルメラはあんかけラーメンにした方がいいぐらいかも。うん、ネギもね、ネギとかシーフードとか常になかった、焼き豚とかなかったんで、合いびきと、合いびきかな、ミンチと玉ねぎでやったんですよ。うん、全然うまい。今日も暑いですよね。暑いよ、むしろ。今窓開けてるんですけどちょうどいい。
うん、昨日固めにご飯炊いてるしちょうどいいチャーハン。外人とか短パンで歩いてますからね。外人、短パン半袖ぐらいで。体感温度違うかな。ちょっと思うんですけど、ひき肉ちょっとあらかじめしっかり炒めたんですよ。めちゃめちゃ硬度が上がるね、硬さが。食べ応えめっちゃある、ひき肉部分が。あまり噛まない俺にはね、ちょうどいいかも。うまいわ。ほんまうまい。お酢入れて最高だったな。ほんとやってもらいたいこれ。いよいよ汗をかくような時期やな、昨日から。
ぞ。うん、なかった。てか暑かった。腹いっぱい。というわけで、バトマス協会。汗だくになりながら、大盛りチャーハンと、あんかけラーメン食べました。美味しゅうございました。それでごちそうさまでした。あ、このエヴァンゲリオンのポスター、ゴジラのポスター気になられてる方いました。あのコメントありましたけど、多分もう売ってないかな。あのロッキンジェリービーン の、 あのゴジラエヴァコラボの絵でした。これ、これ、うん、はい、もしかしたらオークションとかに流れてるかもしれませんので、ロッキンジェリービーン、ゴジラエヴァで調べたら多分出てくると思います。というわけで、ごちそうさまでした。